アルファーセクレターゼは、アミロイド栓具体タンパク質を膜貫通領域内で、切断する、タンパク質分解酵素のファミリーである。具体的には、アルファーセクレターゼによる APP の切断部位は、APP が、ベータセクレターゼと、ガンマセクレターゼによってプロセッシングされた際に生じる、アルツハイマー病関連ペプチドである、アミロイドベータに含まれる部位に位置している。そのため、 アルファーセクレターゼによって切断されることで、アミロイド β の形成は阻止される。アルファーセクレターゼ経路は、APP のプロセッシングにおいて優勢な経路であり、非アミロイド形成性経路であるとみなされている。アルファーセクレターゼは、アダムファミリーのメンバーであり、細胞表面で発現し、細胞膜に固定されている。アダム10などいくつかのタンパク質が、 アルファセクレターゼ活性を持つことが特定されている。アルファセクレターゼによる切断に伴い APP は細胞外ドメインを細胞外環境へ放出する。この過程はエクトドメインシェディングと呼ばれる。アルファ、ベータ、ガンマセクレターゼによる APP の切断アダム10はディスインテグリンドメインとプロドメインの2つのタンパク質ドメインから構成されるが APP のプロセッシングに必要なのはプロドメインのみである。アダム17とも呼ばれるアダム9、アダム19など他のアダムタンパク質もアルファー、セクレターゼとして同定されている。アダム9の膜固定ドメインを結出した変異体の細胞外発現はアルファーセクレターゼ経路を利用したアルツハイマー病の予防や治療法の可能性の一つとして示唆されている。 細胞表面でのアルファセクレターゼの活性は、細胞内の気候による調節を受けないが、ゴル自体におけるアルファセクレターゼの活性は、プロテインキナーゼ C の活性に依存している。ゴル自体におけるアルファセクレターゼの活性は、β セクレターゼ経路と直接競合すると、考えられている。細胞表面でのアルファセクレターゼによる切断は、APP が、 細胞表面に到達した後迅速に行われる。アルファセクレターゼの活性は、学習や記憶形成の調節への関与が示唆されている。アップス、アルファ細胞外ドメインの放出は、アポトーシスシグナル伝達に拮抗して、シナプス形成を促進する、神経栄養作用を示す。この過程は、アダム10の過剰発現によって、アップレギュレーションされる。 アルファーセクレターゼの活性は、シグナル伝達ペプチドパキャプに応答して、アップレギュレーションされることも観察されている。アダム10を含む関連アルファーセクレターゼは、MHC クラス I 分子など、他の膜貫通タンパク質に対しても、同様の成熟過程に関与していることが示唆されている。こうした、タンパク質の一部は、まずアルファセクレターゼによって、細胞外ドメインがプロセッシングされ、 その後、プレセニリン複合体系のガンマセクレターゼによって切断されることが近年示唆されている。このプロテアーゼ複合体はアルツハイマー病と関係している。ノッチシュグナリング経路は APP のプロセッシングと多くの類似性が存在し、同様にアダム10による部分的な調節を受けている。ありがとうございます。